こういう軌道にならないように、はい、その要は上半身からグンっていかないように、はいはい、この軌道をこのままの状態で、はい、できてんすよ。できてんすなのに当たんないんすよ。これねすごいいいポイントです。この3つのポイントを覚えておいてもらえるとアイアンのショットっていうのは安定します。てかスイングがすごい良くなります。よろしくお願いします。はい、いや、はい、お久しぶりです。これ忙しいんだけど、他に用事あるんだけど。いや、なかなかお忙しいところちょっと置いてまして。あ、置いてますの？あ、置いてましてないです。置いてましてないです。お邪魔して。お邪魔して。大丈夫。よろしくお願いします。どうも、ムラです。ケンです。カツゴルールです。よろしくお願いします。お願いします。で、何？今日は先ほどちょっと自主練なんですけども、2階でね、2階で自主練してまして。ああ、2年だと思ったよ。はい、で空間を変えてもうここで3球ずつ打ったら、あ、俺やっぱいいなを、はい、しに来たってことだ。そうです。あ、じゃあ見せて。そう、とりあえずこの雰囲気を変える、はい、こう緊張感を持つ。いや、まあまあ大事ですね、はい、なのでちょっとアイアンを9番と7番と5番で持ってきます。はい、まあ5番からちょっと。あ、僕自信あるんですね。自信あります。はい、いいっすね。これレッスンしろとかじゃないですよね。ただ俺がすげえ良くなったから、もう見とけよっていう感じ。あ、それで。あ、ハンサンスだ。そう捉えたね。今のレッスンの、そのおさらいをすると、僕あの手をこうこねくります。わかりやすい。うん、そうだね。そういう癖があるんで。前回やったね。はい、でこれを、こうフェイスをこう開かないように上げて、はい、シャットに上げ て、はい、で打ち出すのは、はい、白線より左で打ちたいんです、はい、右側に行かないように、はいはい、右側に行ってる時点でもアウトなんです、はいはいはい、で左から曲がっていってここの幅を、まあ、ロングアイアンの場合だったらせめて25ヤード以内で幅を落とす、はい、っていう風に考えてやって練習してきました。下で完璧だったんですか？下でまあまあ完璧でした。 OK です。あ、これ右行ってるからダメなんですよ。おかしいな。これはいいかも。いいっす。黙ってます。でもいや、話じゃない。え、5番それ。じゃあ、7でやっても、その、ね、自分のその最高のやつを見せてよ。7番ですか？はい。7番だと、キャリーで155。キャリーで155、はい。うち、この幅は、はい、さっきも同じように、まっすぐ行って、左。はい。15ヤードには抑えたいです。はい、OK です。2回打ったことない球を打ちました。あの、まず、最後3球ずつで締めって今おっしゃってましたけど、締めは1球なんですよ。なんでわかります？その1だ。いや、コースで3球打ち直すことってあります？本番で。ないです。もう要は最悪のケース以外は、はい、最悪のショットじゃないと打ち直しってしないですよ。しないです。最高のショットだった場合打ち直しってしないですよね。しないです。じゃあ9番あ9番9番だったら打てるでしょ。9番だと、うん、キャリーで135、はい、キャリーで135、はい、で140まで、はい、ライン140、はいはい、そういうで曲がり幅は、はい、それこそ10ヤードには抑えてる。はいはい、まっすぐ出て、まっすぐ出て左にドローで10ヤード、はいはい、9番は結構打てるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、なんかもう全然自信なくなってます。ああ、これダメだ。左に行き過ぎてる。はいはい、打ち出し角度はできれば23度までにしたいです。9番25度。はいはい、 OK です。打ち出し角度20度ですね。どうでした？黙れ。多分みんな思ってらっしゃることをせーので言いましょう。いいですか？せーの。うるせえ。長い。長いっすね。いや、小馬系設定が、はいはい、ダメだわ、そりゃ。ダメです。あ、考えすぎ。考えすぎ。いいことなんです、はい、とってもいいことなんですけど、それを打つために何をしたんですか？喋るの説明はすごい流暢ですごい細かいのに、うん、いざ打つときめっちゃ、うん、おい、
みたいな感じで打ってるから、そこがすごいやばいやつですか。はい。キューンが今やってることって何を意識して言ってます？一番意識してるのはこのテイクバックの時に、はい、フェイスが開かない。さっき言ったやつですね、はい、ここです、はい、でここと打つ時に、はい、これが、はい、こういう軌道にならないように、はい、その要は上半身からグッていかないように、はい、この軌道をこのままの状態で、はい、できてるんですよ。できてるんですか？できてるんです。なのに当たんないんですよ。なんでですか？なんでか分かんないですか？ここまでできてるんですよ、はい、次のここで終わりじゃないんです、はい、こっからこの一番大事なここで悪さしてます。どういう悪さしてる？まずここまでで十分飛距離は出せるのにもかかわらず、もしかしたら出せないんじゃないかって頭の中でちょっとだけ浅いとねあるので、ここから体の回線ではなく腕の動きでこうやって足して補ってるんで、これも深いトップですよね。起こしますよ、まっすぐ戻りますよ。こんだけしか腕動いてないんですよ。これが筋はこうなってます。腕使いすぎなんですよ。だから腕を戻さなきゃいけないから、腕が戻ってない分体を突っ込ませればシャンクするし、はい、いろんなことになる。それが打ちたいんですよ。これは浅いトップ、これで135キャリーの140、はい、だからそれが打ちたいんですよ今。だからあれあそこまでで止めてるから、今が138キャリーの145じゃないですか、はいはい、じゃあ筋のやつやりますね。いや、やってください。わかります？一箱大きくなったの、テイクバックが。はい、いや、なんか僕の中でそのテイクバック、はい、そんなに深く上げてるつもり全然なかった。それはないでしょうね。だってここで止めるって意識もなかったでしょ。なかったです。だからです、俺たち前が打った時に全ショットここって決めてます。トップの位置、ハイトップの位置決めなかったら打たないです。綺麗に打てるトップの位置を決めて、それ以上はもう持っていかないように意識して打ちます。で今までは、ほらもうねもうフルスイングなんですよ。下半身が、上半身が足りないかもしれないから、こんだけしか体回ってないのに下半身だけはもうフルスイングの下半身なんですよ。 100% になっちゃって、 100% になってるんですよ。構えてください。テイクバックしてゆっくりストップ。これじゃ回んないでしょ、はい、これじゃ回んないですよね。回んないですよね、まあ、回らない分、うん、回らない分だけ腰でちょっと大きなってあげる、うん、これです。この角度、これです。これ以上使っちゃダメです。これでも相当使ってるんですよ。使ってる感じ。だからこれね、すごいいいポイントです。この3つのポイントを覚えておいてもらえると、うん、アイアンのショットっていうのは安定します。てかスイングがすごい良くなります。ほら、M5 ツアーにアーケードめっちゃいいな。あ、今発見しちゃった。だって想像がつかも。これよりいいシャフトを作るドライバーで。321。何にも振ってない、テレビないから。いや、しかも50あるだしね。俺これにしようかな。この3つのポイントを覚えておいてもらえると、うん、アイアンのショットっていうのは安定します。腰の回転はできる限り抑える。胸の動きはできる限り大きく動かす、回す。で、腕の動きはできる限り抑える。抑える、回す、抑えるです。腰をできる限り抑えて、胸をできる限り回して、腕をできる限り使わない。そうすると腰使って肩回らなくて腕使う。これは手のスイングです。そこがトップ、僕の。はい、そうです、そうです、そうです、こうです。腰の回線を抑える、はい、胸はしっかり回す、はい、で腕はできる限り抑える。かっこいい。これだとちょっと締まって見えるでしょ。かっこいいです。どうですか、このトップの。もうめちゃくちゃいい。これでも足使いすぎだね。まあそんなもん。この辺使います。だから使ってないで、だからブレるの。ああ、今使ってるでしょ、しんどいでしょ。さっきまで何にもしてない、サボってた。はい、 OK。 どういう、バランス崩れてるってことは、バランス崩れるほど振りすぎなんですよ。ああ、そうなんですね。そう、そんなに振り回さなくていいんですよ。そう、そこをバランスが崩れない範囲内で叩かないといけない、はい、だって今ので、ね、14ヤード左で、はい、キャリー132じゃないですか、はい、あんなに言う
あんな当たり割れてる。そう。ほぼほぼ理想の数値にはなってるじゃないですか。うん。これぐらいがいいですね。いい当たりじゃないですか。厚い当たりじゃないですか。キャリー138のラインで146。これだったらそんなに頑張らなくても、キャリー135っていう目標よりもさらに飛ぶわけじゃないですか。あとはじゃあ引っ掛けないようにラインの打ち出し方向の意識、多分何にも考えてなかったと思うんで、打ち出し方向ちょっと意識してください。今まっすぐ打って10ヤード曲げたいって言いましたよね、はい、そんなことできるんだったらピン狙えって話なんですよ。あ、そういうことですね。そうじゃないですよ。あと悪いのは1点だけです。若干なんですけど、ボールを、それはね、握手です。うん、OK。 やばい、めっちゃいい当たりした。ナイスじゃないですか。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。各種 SNS 概要欄にございますので、そちらのチェックもぜひお願いいたします。言えたね。ありがとうございます。